女子トイレの事件はまだ謎だらけだが、なっちゃんが関わっているのは確かだ。他に手がかりになるものがないか探そう。散らかってるな。またここにいたんです、うん、アミングチの答案だ。意外にも頭いいなあいつ。いや、これを丸めて捨てるやつだぞ。嫌味な野郎だ。もしかして禁煙中で落ち着かねえんだよ。私につきまとうナンパなボンボンさ。そのくせさくらじゃ万格らしい。あら、いただけるんですか？やんねえよ。リンゴジュースだ。ガキの頃よくなっちゃんと一緒に飲んだもんだぜ。メガネのさ、あたしあ、幼なじチップた、幼なチップた。南さんが失踪して、先生が言うような病気でも、噂にあるような家出でもない。きっと何か休み時間にまで部室に行っていたって。なっちゃんは何をしに行ってた？なっちゃんが熱心に何か失踪に関係が。部員が言う、なっちゃんが言う、取りに来て、北校舎の女子トイレ、北校舎の女子トイレでの事件の直前、なっちゃんを追うもう一人のキサラギ。キサラギは、メガネ野郎のリス、もう一度あの女、あれ？あの女子トイレ、もう入っても何もな、嫌に、暇でいい。高宮さんが、バトソンは私、エリカとよ。今日も事件か、どういう風に。なっちゃんの聞き込み中に知り合った女だ。気に入られちまったのか、よく私に絡んでくる。ガンつけてもビビりやしねえ。お、どうします？私、探偵なんて。こ、まあ、私は、になれ。さあ、メガネの情報特撮とは、私から。なっ、ちゃんがしないか。メガネの花さあ、ちょっといいかな。こいファイルで見た、確か全。何？ま、いや、こ、と、こ、き、ちょっといいかな。あのさ、なんで？あんた、南夏野の家に行ってんだろ？あれから何か進展あったか？そうか。もしかしてその格好あれだ、スケバンでしょ？え、襟のとこにカミソリ隠すやつ。隠すか？生で見た。お前の友達大丈夫か？
もう、あれ、あの女子トイレもう入っても嫌に。聞き込む、なんて。ここにいる。もう、あれ、あの女子と、もう入って、いやに。今回の人物きっと悪いや。何かよ。部員の部下病気な、そんな元気ねえもね。そうです。どん。なんで。あの関係者以外。ああ。あの子がいると部室に入れないな。あいつに頼むし。おいおい。陸上部の部女子部員に止められ。私に。ダメか。とんでも。私と必ず。す。私が部。終わったら待っていて。なんで、南さんのことで、あなたもですか？あら、私以外にも？あ、ええ。小さくなっちゃ。このノート、さっきクラスのやつから熱心に書き込んでた。これは宇宙史に残。つい、うち、地球、これは、ま、宇宙人、これは、う、はるかに進化し、彼らの義、時坂、時、なっちゃんは、ともかくって、これは、彼はロボ、17、悪いうち、ロボ、もし、式、これは宇宙遥かに彼ら時坂時坂な、ちなっちゃ、特にこれ、あれ、陸上部のカード、あの子ならそちら、うん、時坂神社ってのはどこだ？この近くの神社ですね。行ってみるか。案内してくれ。カバン取ってくる。正門で待ち合わせだ。部員が言う、なっちゃんが UFO グッズの箱を取りに来ていたそうだが、しん、おい、高宮ゆき、接触は避けるよう言われてるでしょ。しののめ、どうしても聞きたいことがあるんだ。何？南夏乃が消える前、黒服が彼女を追ってたって話を聞いた。それがマジなら訳を聞か。言ったでしょ、私が担当する調査に。でもこれは断言できる、我々は彼女を拉致していない。していたのなら調査も苦労しないわ。信じていいんだな。任務に戻って。待って、あなた前に気になることを言っていたわね。何か隠したって。ああ、あんたが隠せと言ったんだ。やっぱり覚えてないんだな。旧校舎の渡り廊下でのこと。あんたがあそこで映写機で映したのを見て泣き出した。映写機？メガネがどうのと話してたが、
二度急に。くす。あれは確か転校してそれほど経ってない頃、旧校舎近くであいつを見かけたんだ。高宮さん、待たせてしまって。あれ、人気がないと思ったらこっちは旧校舎だな。もうすぐ取り壊しだっけ。この建物が建ったのは戦時中だって言ってたな。惜しいね。こんだけ静かならたまり場にもってこいなのによ。私も真面目にやってりゃ普通に桜へ通えてたのかな。そりゃねえか。おや、私の ID を登録した。AI 機能の停止。メモリに隠されてる情報を消し、私と井田先生の情報を。全部嘘だった。未来の愛は口だけ。井田さんは最初から私を利用する気だったの。私がバカだった。もうここにしか人類は残っていないのに、人間は未だ騙し合い、もうたくさん。こんなの人間は滅びる運命だったのよ。箱舟計画なんて実行すべきじゃなかった。計画はすでに第2段階、ここからではもう止められない。だから狂わせる。開拓プログラムを流用してリンクさせた。全セクターを銃器に制圧させる。うまくいけば最終工程が途中で無限ループに陥るはず。人間のいない平穏な世界だけが残ればいい。ここも間もなく。これが人類のサイン。私たちに未来など。なんだ、そう、お前メガネといた東雲だっけ。こんなのって大丈夫か。私なの。私が世界を滅ぼした。ありえない。先生は騙したりしない。何の話だ。だから未来にあんなこと起こるはずがない。まずは落ち着けな。ほら立って。先生って誰のことだ。メガネのことか。あんな未来ならこんなもの飲んだって。おい、薬。ほら、大事なもんじゃねえのか。あなた、なぜ私に構うの。まあ、一時の先輩だし。そういや、あれすごいな。新型の映写機か。ってんだ。さっきのどうやって見るんだ。あ、おい大丈夫か。それを隠してお願い。先生にも誰にも言わないで。急に倒れやがって。あ、お
来て大丈夫なのか。ほらよ、お前の薬だ。ここに担ぎ込んだ時にも森村が飲ませてたけど、その薬そんなに飲んでいいものなのか。あなたなんで薬を持ってるの。お前が捨てたのを拾ってやったんだ。捨てた。それよりさっきの本当にいいんだな。何の話。お前が隠せって言ったあれだよ。そんなこと言ってない。からかってんのか。メガネがどうとかわめいて泣いてたろ。嘘つかないで。どうなってんだ。さっきの話だぞ。おい、それ何の薬だよ。これがないと何も考えられないの。なんか危ねえもんに見えるぜ。あら、調子はどう。問題ないわ。高宮さん、私の邪魔はしないで。何かあったの。いや、なんていうか。顔色が悪いわね。お薬出しましょうか。よし、女子トイレの事件をなっちゃんがかかっ他に手散らかってるな。探し、またここに、アミング意外にも、いや、嫌みなよ。もし禁煙正門前に二学校の不良がうろついてた。ここにいる。小さくなっちゃんの。特にこれと。これは遥か狩り時坂。時坂なっちゃともかく。東雲流エース。なっちゃ、キサ、メガネ、もう一度。あれ、あの、もうは、いやに。カバン、あ、げ、おう、道開けろよ。ああ絡むな。相手する気はねえ。すみません。タイミングの悪いやつ。あ、この方たち高宮さんのお知り合い。ああ、こいつの出しなら俺とも仲良くしねえとな。おい、手出したら分かってんだろうな。ああ、分からねえな。てめえ分からせてやるよ。
おめえには借りがあったな。下がってる、ハイバー。ここで返してやら。てめえ。お前ら何をしている。やっちまった。学校に札呼ばれるとは。なあ、もう帰っていいだろ。まいったな。定額なんて食らっちまったら、メガネがなんていうか。うろうろ、おとなしくしていなさい。これは彼はロ17悪いうロボ。これか宇宙地球こま宇宙お分たったいあめさあたこらお手洗いはどこかなと。うん、わかったわかった。おとなしくしてる。あとは任せてくれ。は。鬼。相変わらずで安心したよ、高宮。和島たちは？逃げちまってわからんが、捕まった仲間二人は軽傷だな。あいつらに連れてかれてから心配してたんだぞ、高宮。転校していたとは。何があった？特務機構の奴らと知ってるなら。おっさん悪いが、半年前くらいに輸送中の重機の事故とされた事件があった。その時事故に巻き込まれた東雲涼子と名乗る少女を保護したが、東雲、お前の時と同様強引に特機の奴らが連れ去ってしまった。彼女はこう言ったんだ。怪獣と戦うために未来から兵器と共に来た。まさかその話信じたのか。最近また重機の事故があってな、天幕で隠される前にたまたま現場を見た。俺にゃあれが建設機械とは到底思えなかった。この町で何かが知りたいんだ。話しちゃくれねえか。話しちゃくれねえか。未来からへなっちゃん、タイムトラベル兵器らしき鬼兵のおっさんは大人でも信用できる方。話して協力してもらうのも幼分つ。先週から行方不明になってる南夏の警察では探してないのか。南夏のこっちに届け出は出てない。桜高校の1年だ。奴らが探してる。何か分かったら教えてほしい。俺も探してみよう。特務機構のことはそっちでどれだけ分かってるんだ。かなり上の方とつながってるようで、下っ端じゃ手出しできん。俺の分かる範囲だと奴らは敷島重工をいろいろと調べてる。だろうな。どこまで本当か知らねえが、メガネの話じゃ敷島が核爆弾積んだ兵器を作ってて、その兵器に何人かの子供が関与してる。そいつらを監視しろと転校させられた。子供？東雲涼子も桜高校にいる。見てくれ、重機搬入で行動を制限するための書類だ。彼女が乗ってきたと言ったものは敷島重工の新しい造船ドックに運ばれてる。ここへ行けば重機が何なのか、なっちゃんに何があったのか分かるかもしれない。
鬼兵のおっさんの話を聞いて勢いで電車に駆け込んじまった。四季島重工の造船ドックね。そこに一体何があんのか武者震いがするぜ。ロボットが運び込まれた四季島重工のドックは港近くの埋め立て地で、倉庫ばかりの寂しい場所にある。このまま終点まで行って施設の近くで待とう。忍び込むなら暗くなってからだ。尾形じゃねえ。ん？高宮。何やってんだ尾形。見りゃわかんだろ、帰るところだ。お前の家ってなっちゃん家の近くじゃなかったか。そりゃ小学生の時だろ。今は自陣地に住んでんだ。お前はどこ行くんだ。え、まあその海を見にかな。大丈夫かお前。腰巾着みてえなあいつはついてきてねえのか。相葉エリカのことか。相葉？尾形は D 組だったよな。同じクラスだろあいつと。あ？あいつは相葉じゃねえだろ。相葉はずっと休みのままだし。え？まもなく AKB 明美に止まります。お、俺は次で乗り換えだ。階段近くに移るわ。じゃな。相葉じゃない。それならあいつは。ったく、何を信じりゃいいんだ。この目で一つ一つ確かめるしかねえか。まずは四季島の兵器だ。ずいぶん警備が手薄だな。簡単に忍び込めたぞ。とはいえこう暗いと何も見えないな。ん？何の光だ。なんだよこれ。肌が光ってるのか。そういうことだったのね。誰だ。いや、その声は東雲涼子。D 組の尾形が言うには相葉エリカは別人だ。なら私に付きまとうのは誰なんだ。何の目的で私に。なんでこんなとこにいるんだよ。それはこっちのセリフよ。おい、それお前の足も光ってる。この光は何。私たちが搭乗者だから反応しているの。搭乗者。14番機の呼びかけに。なんだこいつは。あ、こいつが運び込まれたっていう。来るべき戦いで我々の操る武器だ。そして君もこれに乗ることができる一人だ。高宮ゆき君。てめえはリストに名前のあったゴーとレンヤ。我々の。これは私の騎兵よ。騎兵。これが騎兵。なっちゃんが探してた宇宙人と戦うためのロボット。宇宙人。あの子宇宙人と戦うつもりだったの。お前らはこれで何する気なんだ。怪獣から世界を救うのよ。どこへ行く気だ。まだ話は終わっていない。これは四季島が作った兵器なんだろ。作ったのは四季島じゃない、我々だよ。お前ら。我々にとってここは過去の世界だ。タイムトラベル。本気で言ってんのか。騎兵は未来世界で作られた兵器だ。
けよ。お前ら二人で私の相手になるか。そうはいかない。君も騎兵に関わってる。私は関係ねえ。さっきの光が証拠だ。私に何をしたのか知らねえが、付き合ってらんねえよ。どうでした？何度もコードが書き足されてる。彼と何度も接触を。おそらくこの子の近くに。お前は高宮ゆき、もう少し調べたいわ。何を。ああ、ああ、あれからなんとか解放されたが、私を泳が…させて利用しようって腹だな。はあ、ゴートたちの目的は私にはさっぱり。シノの映写機を隠せと言ったのをしっかり忘れてしまっている。 D 組の大型相葉なら誰なん、何のも北校舎なっちゃんを木更木メガネやなっそっかくあれおっしゅうぶんつっただあたしを裏あっそ隠し調べてみる必要があるな。特務機構のことは秘密だから相場に知られないよう一人で行かないと。探しました。またここ、うん、悪いな、ちょっと用事思い出した。今日は捜査終了だ。へえ、カビ臭いな。ここだ。あったあった。なんか映写し東雲涼子はどうやって動かしてたんだ。箱といえば箱かな。なっちゃんがこれを隠してた？あの部員に見せて確認したいけど。高宮ゆき。そうか、高宮でかしたぞ。奴から奪ったんだな、秘密情報を。秘密情報？そのデータユニットがそうだ。お前にも捜索の指示が出ていたんだな。いや、これは。ともかくよくやった。やつってのは誰だ。聞いてないのか。ここに入った気がして追いかけてきたんだ。関ヶ原エイ、秘密情報を狙う凶悪犯だ。凶悪ってほどじゃないさ。お前か。敷島の施設に。だがゴートたちの話は無茶苦茶だ。私を解放したのは裏にある組織を突き止めるためかもな。あ、おっさん。殺してない、気を失ってるだけだ。おい、勝手に触るな。そこから離れろ。お前はこれが何か知っているのか。機密情報だと。そいつが AI 機能起動。三浦、俺が分かるか。関ヶ原。記憶を戻したな。ここはセクター4、桜高校の旧校舎だ。大変だ。
夏野だって。夏野って南夏野のことか。なっちゃんがどこにいるか知っているのか。高宮ゆきだ。それより早く教えてくれ。夏野は南夏野が私の最後の記憶では、彼女はセクター3に置き去りにされている。セクター 3？ 行けばわかる。行こう、ミウラ。ついてくるか？もちろんだ。時坂神社じゃね。やっぱりなっちゃんもここに来てたんだ。ここがそのセクター3ってわけじゃねえだろ。何しようってんだ。動くなよ。どこにいるんだ、なっちゃん。他に行きそうなところは？タイムトラベルも本当だったなんて。なっちゃんはこんなところに何日も。探せば缶詰なんかは見つかる。無茶さえしなきゃ生きられるはずだ。この町に何が起こったんだ？ D に襲われた。 D？ 怪獣のような機械の群れだ。奴らの攻撃で住民も消えた。次に狙われるのは、今取れる対抗手段は騎兵で戦うことだけだ。騎兵？高宮、お前にも関係がある話だ。私もあれに乗って戦えというのか？見たのか？四季島の施設で14番というのを見た。涼子さんの騎兵か。帰ってきた。時間通りだな。おい、どうだったんだ？上空から熱源探査した。周囲 5km に反応はない。最悪の事態もあり得るか。バカ言うな。生きているとしたら建物の奥まった場所か遠出したか。範囲を拡大して。なっちゃん、お、結局あんなあれ。なっちゃんは一人震えてるかもしれない。絶対諦めない。あの廃墟の間、近い将来このあんな風になっちまうだと簡単。旧校舎で出会ったのは黒服に追われる関ヶ原という男だ。しばらくは教室で三浦と一緒に隠れているはずだ。なっちゃんを助け出すにはあいつらの協力が必要不可欠だな。え、三浦というし、なっちゃん、みつく、なっ、みら、まだ見つかっていないが、かん、し、だが、あた、うら、あ、そうな、さが、またここ、うん、暇でいい、今日もじ、どういうふうにそ、どうし、うん、こっちは、まあ、私は、いになれ、さ、おい、
い。ちょっといいか。まだ何か私の知ること、呼び止めてすまな。聞き込む、なんて。北校舎の女、なっちゃんを追うもう一人のキサラギ。キサラギはメガネ野郎のリストにも載っていた監視対象だ。学生食堂に。いや、口寂しい。なんか飲もう。お前もなんかいる。私は結構です。きっちゃん、アミグチ。やっぱり俺たちは運命の赤い糸で結ばれてる。お前なあ。ヘイシー、おいしい。ビタミン C はお肌にいいよね。なっちゃんが飲んでたから飲んでるだけだ。なんか用か。デートしようよ。しない。つうかさ、このやりとり何度やりゃ気が済むんだ。そりゃもちろんデートしてくれるまで。今日はバイクがあるんだ。だからさ。あら、いいですね、バイク。あー、誰子ちゃん。そいつはワトソンらしいぜ。え、外国人さんかよ。悪いけど今日はお前を相手する時間がない。私たち忙しいんです。そっか、じゃあ仕方がないね。珍しく素直じゃないか。強引に誘って嫌われたら元も子もないしさ。ゆきちゃん、次は必ずデートしようね。では行きましょうか。ああ。神谷さん、まだ前の学校の制服？ああ。何か困っているのならいつでも相談に来て。玉尾さん、連絡も取らずどこに行ってた。一度戻りなさい。森村が握らせてきた小さなメモだ。これは私にやらせたいことがあるらしい。まずは相葉に声をかける。ちょっと帰りに調べたいとこがある。付き合ってくれ。もちろん。どこまで行くんです？今日の午前中行ってきたんだ。どこ？相葉エリカが入院している病院。本物の相葉はまだ入院中だ。保険の森村はお前のことを玉尾と呼んでいた。本当の名前は玉尾なのか？ああ、見破られたか。そうなんです、私は比べ玉尾。悪気があったわけじゃないんですよ。こういう謎があった方が探偵物語っぽいと思いません？女子トイレで事件があったろ。何です？あの時キサラギトミが二人目撃されてる。実は二人目を見つけたんだ。そこにいるのは関ヶ原か。おい、何やってんだ。これはキサラギトミ。似せて作った機械だよ。ドロイドだ。
動かすのは無理だな。データも壊れてる。だが壊れる直前に中身が入れ替えられたようだ。奴が姿を変えて逃げたんだ。奴ってのは？泉十郎、大量殺人の犯人だ。意識だけになった今も何か企んでいる。そこの掃除道具入れに突っ込まれていた壊れたボディをここに隠したんだ。ここは北校舎の裏手だ。女子トイレを壊したもう一人の如月富はこれか。ロボット？おかしいって思うよな。私も気になってたんだ。一体奴が何と入れ替わったのかってね。ナノマシンだっけ？四季島重工の施設に忍び込んだ時、私の体のことを聞いたよ。頻繁に誰かに何かされてるってな。どうした急に黙って。頻繁っつったって私と一緒にいるのはお前だけだもんな。四季島の施設に兵器らしきものはあった。だがゴートたちの話は無茶苦茶だ。私を解放したのは泳がせて裏にある組織を突き止めるためかもな。相葉エリカでなく比べ玉尾でもない。如月そっくりのロボットで逃亡した意識だけの存在、お前は殺人犯の泉十郎という男だ。私が男？大丈夫ですか？困ったな。きちんと記憶は消していたのに。正体表しやがったな。今度はかなりの記憶を消さないとダメだな。そうはいくか。後ろを見ろ。罠か。森村の提案さ。久しぶりに顔を合わせてみれば女子高生のふりまでして。イカれてるわね十郎。この宇宙計画をぶち壊してでも生き残りたい君よりは正気だ。これはあなたと私のためなのよ。私たちは生き残る。おかしくなった今のあなたじゃなく、ここで目覚める前のあなたと共にね。15人はその犠牲になるわけだ。犠牲じゃない。この方が彼らも幸せに生きられる。真実を知ることなく未来。以前スミレ橋であなたを撃ったわ。ここで撃つのはこれで二度目ね。おい、近づかないで。まだ反応がある。ロボット、一体私に何をしていた？準備してたのさ。これから始まるゲームのね。忙しくなる。お前らの相手をしてる暇はない。待て！あの状態でこの高さを飛ぶなんて、いくら頑丈でも無事で済むはずが。まともに動けるはずがない。この付近を包囲してください。はっ。あなたはまっすぐ帰るのよ。落下地点を探すわ。はい。相葉、
よし。よし。相場、やつはどこへ逃げたんだろうか。いや、それよりもなっちゃんだ。関ヶ原に進展がないか確認しよう。あの、あんな風かん。誰かいるか。あい、いや、泉十郎という意識だけの私の何か。じょ、彼女、怖い、中に入っ。え、みう、なっちゃん、三浦の子、作り話。だが、あ、裏に。あ、隠れてるのか。いねえな、ここに隠れると言ってまだ探してくれてるのかな。それとも捕まったとか。そこだ。どうしたんだ関ヶ原。城内とヤロマシに隠れた進行して。なんだそれ。白の身両子と同じ状態だ。あ、おい、まだ記憶はある。薬が切れただけだ。俺のことより南夏野だろ。セクター3で居場所が分かったぞ。え、探しに行こう。あ、そうか、関ヶ原が。俺は置いてけ。そのためにお前を待ってたんだ。それに黒服はターゲットを俺に絞っている。協力者に見えると厄介だぞ。一緒は避けた方がいい。こっちへ来い。なんだよこれって。持ってけ。使い方が分かんねえよ。南を助けるのに必要になる。あ、代わりと言っちゃなんだが、俺のメッセージを三浦が持ってる。もしも記憶をなくしたら俺に見せてやってくれ。お前はこのままでいいのか。俺は、あ、自分のことで手一杯だからな。東雲の薬が保健室にあるはずだ。三浦が急ぎたがってる。行ってくれ。それでなっちゃんはどこにいるん。ここから担当に。あのロボットが？ドロイドは何かを見つけた。何かって、なっちゃん。このドローンには攻撃能力がない。君が頼りだ。分かってるよ、やってやろう。どっちだ、案内しろ。ここに逃げ込んでからますます集まってきてるし。
持ってきた缶詰も昨日で最後。節約して飲んでた缶ジュースも。どうしたらいいんだろう。誰にも知られず。なんて知るかよ。嘘、やっちゃん。よかった、ゆきちゃん。やっと見つけた。もう大丈夫だ。でも、なんでゆきちゃんが？なっちゃんがいるなら、他の惑星にだって飛んでくよ。ゆきちゃん。行こう。どんな化け物でもぶっ飛ばしてやる。うん。